チャオス、どうもバルダーです。今回はこちらでございますね。こちらでございますね。ランキングなんちゅう全員ガチドラフィーバーということで、私、一度挑戦の方はしておりますので、星のわけ取ってます。まだ引いておりませんので、ガチャで引いていこうかなと思っております。の前に一回挑戦しますね。なんかその指定のね、あの攻撃しなきゃいけないドロップをあまり消さないようにしながらたくさんコンボをして高得点を叩き出そうみたいな感じですよね。俺あんまランキングなんて苦手やからさ、あれないけど、今回光ですね。まあ、とりあえず、俺そんな上手くはないからさ、まあ、別にお手本になるようなものはないでございますけど、まあ自分なりにもやってみようかなということで、いきまーす。ラリーゴー。ちょっとここから無言になっちゃうかも。こっからちょっと無言になっちゃうかもしれないです、ね、少し喋りながらやりますが、あっピピピあっピピピピピピピリンあっピピピン。ちょっともったいないけど、こんなんでどうでしょうか。落としを入れてで、そんな言うとそんな流暢なことやってるわけじゃなくて、こんなもんでどうでしょう。はい、いいですよ。どうでございましょうか。どうでございましょうか。どうでございましょうか。ピッ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 、あめーあめー、もうギリギリしたね。パズルがね、これ早くないとダメっちゅうのもあるからね、そこがまた難しゅうございますよ。斜めを入れないで、斜めを入れられないというね、あーないっすよ。斜めを入れないと危険ですので、間に合わね、間に合わね、いいコンボ損失。どうでございましょうか。落ち込んいいね、落ち込んいいね、落ち込んいいですね、落ち込んいいですね、いいですよ。自分なりに一応全力は尽くしておりますが、正直うまくはないのに仕方がないということで、盤面最大ありがとうございます。盤面最大ありがとうございます。レベル5、やべ、指が離れて、もうたもうた、指が離れて、もうたもうた。きたこれで倒さない方がいいっすよね、本来は。ギリギリまで粘りに粘った方が高得点は出せますよということ。これでどんなもんですか。あ、まあまあまあ、一発目やったよりは明らかに上がってますね。ただ10杯以内入るのって、これ多分4万点ぐらい叩き出さないとダメなのかな。現在2万3000点ぐらいなので、多分倍以上は叩き出さないで5万点ぐらいが一番いいのかな。だから、ちょっとなかなかハードルがね、だいぶお高めということで、だいぶお高めということで。厳しいのかなというところもございますけれども、どうなんでございましょうか。どうなんでございましょうか。あら、僕そば。まああんな感じで、やっておりますよということで、あとはプライベートので頑張ります。こちらですね、こちらの方ですね。はい、魔王石も受け取っておりません。でワンチャンこれね、使うか使わないかちょっと悩んでおります。なぜかというと、マーベルコラボ来るじゃないですか。マーベルコラボが来るじゃないですか。まあ、性能多分やばいと思うので、って考えると、って感じですよ。今、こちらの方が来ておりますけれども、アキネさん当たっておりませんけれども、ちょっと悩んでる次第でございます。取っといて、来週ぐらいにはもう来るのかな？今週の金曜日ぐらいかな？ちょっとね、わからないでございますけれども、22ぐらいって感じか。
とりあえずこちら引かせていただきますね。ダンジョンセレクト、あ、こいつはまあどうでもいい、ここではどうでもいいです。ガチャゲンのやつからっすね。置いとるやないかーい。ガウェイン、こいつ強い。あ、でも俺1体持ってますね今で。クリアした形跡ありますね。ウィーバーチャレンジ、これは式神とよう、これはセイナーさん2体目か、まあその他もろ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 でなんか当たればいいかなっていうことで、はーい。これ2次買って、あ、そんなことはない、そんなことはないからの、この方は残念ながら2体目ということでいりませんね。で、これが3連ガチャドラ、あー、これあのフェスゲンのやつかな、確定してるかな、これわからん、確定はないですかね。あのどうなの、 20? あ、いった、あ、そういうこと、そういうこと、そういうやつ、もしかしてそういうやつ、3と5が引けてそっからまた引けますせ的な、あー、そういうことか、ぺーい、頼んで頼むで、持ってないやつ来てね。これあんま期待できないもんな、でも。お、とうとう、え、あ、そういうパターン、超転生動く説か。持ってっからな、この進化形態で作ってないだけでですよ。この進化形態で作ってないだけで、はい。はい、だいぶ間すっ飛ばしてからの超伝説パールマティということで、まあまあまあ、これの台作るのめんどくさいからね、ありがとうございます。なんとも言えない気がする。これ多分フェス限出るやつっすよね。ああ、僕そばか、口します、拡張いたします、ありがとうございます、ありがとうございます。1個拡張しますね、拡張して、拡張してからの、からの、からのですよ、こちらでございますよ、こちらでございます。これまず最初に、これもう5連勝分かってないでもね、もう一気に5引けないのにさ、めんどくさいですよ、わざわざ一回こいつを出してからの5回引けますみたいな感じなんで、ここいらなくねみたいな。まあ一応こいつ自体がね、キャラとしての扱いがあるゲンやな。頼んで止まってちょっ、でこれちょっ、絶限出んのかな、頂点戦がね今出ましたけれども、お、いけんと思った、アルビース、これ絶対これ超転生動くやつしか出ない説あるな、一番よくて、あ、頼む、いや、これもじゃん、これもそういうパターンのやつやん、ですよね、ですよね、持ってるけど超転生してないよ、これは多分プラス稼ぐだけかな。プラスを増やせるだけですせパターンのやつかな、どうなのかなという感じでございます。なんとも言えないですよみたいな。日常になってましたね。こんな感じですかね。これフェスゲンは出なかったのかな、どうなのかな、まあ、ずけど俺式神が期待してたからさ。ねえ。期待してたからさ。さあということで。残念な結果でございますけれども。ちなみにでございますけれども。こっちじゃなくてコラボか、いけちゃうんですね、いけちゃうんですね、何度も言うだけでいけちゃうんですね。ちょっとメンツ、出すメンツがちょっとエグすぎるので、出すメンツがエグすぎますので、ちょっと交換は厳しいでございますけど、悩んでおります。たら絶対では、絶対かな、いや絶対じゃないっすよねこいつ、まあ動くしさ、強いの分かってますよ、もちろん強いの分かってますよ、ただまあね、言うてまあって感じですよね。必ずしもまああるに越したことはないかなぐらいのキャラでございますけれども、ちょっとマーベルがね来ちゃうのも、ございますので、ちょっとね、あのシルエット拡張いたしますけれども。シルエット拡張いたしますけれども、ちょうど30個でね、切れもいいですからね、拡張いたしますけれどもねえということで。絶対取ってた4体目ということで、ありがとうございます。4体目ありがとうございます、ありがとうございます。いらねえな、こんな4体もいらないっす。ただね、俺このね、闇木っていう時点で、ね、ちょっとね、あの俺あいつと間違えるんすよね、あのなんか
あ、これロシェ、ロシェ、ロシェ、ロシェとちょっと見間違えない、闇っきやしさ、なんか雰囲気似てないですか、色味というか一瞬、うん、そいつじゃねえと思っちゃうけど、まあこっちのが圧倒的に上なんでね、使ってはないですけれども、 50% ね、許可 50% 以下許可、ゴリモリの方でございますので、まずは手を入れてということで、はい、ということで今回はガチャドラフィーバーランキングダンジョンですねと、星のガチャ E でいきました。で結果は残念でございましたが次マーベルかな、次マーベルかな、多分引くならもうそれまで多分石は取っとくと思いますその時にまたね、いいやつを引けたらいいかなと思っておりますので、よろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。またね。